こんにちは、製品トレーナーの上島です。今日はですね、こちらミルウォーキーのインパクトレンチシリーズの中から商品をご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのはこちら M18 アンベルヘッドが2分の1の、インパクトレンチをご紹介します。まずですね、こちらの M18 のインパクトレンチ、差し込み角が 12.7mm 角ですね、2分の1インチのタイプになります。アンベルヘッドの方にリテーナーリングと、ピン式が兼ね備えてます。はい、で締め付けのですね、能力のボルトがですね、M16 の高力ボルトまで対応となっているモデルになっています。で重量の方が、本体わずか、バッテリーの5アンペアの電池込みで約 1.8 キロと非常に軽量で作られていますので、非常にどなたでも、建築関係、整備関係の方でも使いやすいモデルがこちらになると思います。ここが違うミルウォーキーのインパクトレンチ、こちらのですね、 M18 のインパクトレンチはクラス最高のトルクパワー、これですね、 M18 18V の中でも非常にトップクラスの、トルク数値なんですけど、 339N、 非常にパワフルです。他社製品と比べても圧倒的にですね、高いトルクを持ってるんですね。最大でだいたいプラス 39N ぐらい上回った数値を叩き出しているその品がこちらになります。ここが違うミルウォーキーのインパクトレンチ、まずですね、この商品ボディサイズ、非常にコンパクトなボディサイズになって、わずか全長 127mm の非常にコンパクトサイズで作られています。他社製品比でですね、最大で約 18mm も短いコンパクトボディで作られているハイパフォーマンスなインパクトレンチになります。はい、こちらのインパクトレンチには前面の部分に LED ライトが搭載しています。通常 LED ライトの場合1つの場合が多いんですが、こちらですね、3つトライアングル型に配置されてまして、作業面ですね、影ができないようにライティングされてますので、非常に作業しやすい視認性の高い LED で照らして作業ができるようになってます。バッテリーのサイズなんですが、ミルウォーキーの M18 では2、3、5、8、12アンペアまでそれぞれ揃えております。なので作業量に合わせてバッテリーを選んでいただくことが可能です。 M16 のですね、高力ボルトを締め付けでですね、3アンペアのバッテリーであればだいたい約160本ぐらいの締め付けが可能です。で5アンペアのバッテリーであれば約280本の締め付けが可能です。こちらのインパクトレンチにはちょうど下の部分にですね、4段階のトルクモード切り替えがついております。こちらのボタンを押していただくとその切り替えができます。はい、ボタンを押すごとに段階が変わりますので、1のモードであれば 102N、 2のモードであれば 203Nm、 3のモードであればマックスの 339Nm ですね。で最後の4段階目にしていただくと、こちらオートストップ機能がついてますので、締め過ぎ防止機能のようなコントロールができるようになっております。はい、こちらのですね、オートストップモードの時に逆回転、緩めるモードにするとですね、スローで、緩めることができるようになってます。緩まった時に非常にゆっくりのスピードになるので、ボルトがですね、どこかに転がってっていうことがないような、そういった緩めモード機能がついているのがこちらの、4番目のオートストップと緩めモードの機能になっています。今実際にこちらを見ていただきます。回転がゆっくりになって逃げにくい仕様になってます。で通常モードで緩めた時は回転がずっと高速回転のまま緩まるので、ボルトが逃げやすいです。はい、それで 13mm のソケットを使って M8 のですね、コークスクリューをですね、3本打っていきたいと思います。ご覧ください。
はい、続いてですね、M9 のですね、コーチスクリューをですね、打っていきたいと思います。ご覧のように下の足も十分しっかりと深く入ってきます。以前ですねご紹介した M12 のインパクトレンチとですね、今回ご紹介している M18 のインパクトレンチなんですが、非常にですねサイズ感が似ています。どっちがいいのって聞かれる場合もあるんですけど、お客様の中でどういった職種であったりですとか好まれるかによって選んでいただきたいと思います。サイズ重視で軽さも重視ということであれば間違いなく M12 のインパクトレンチ、実際にこちらの M12 のインパクトレンチもこちらの M18 もトルク数値は339Nと非常にクラストップのですねパフォーマンスのトルク数値出してますし、全長の長さはですね一緒です。 127mm と同じサイズです。サイズで違うとすれば 3A の電池をつけた時に高さはですね少し異なってきます。 M12 の方がよりコンパクトなので狭い場所に入っていくような感じでの整備作業をされる方、逆にですね M18 の方でも整備の方で好まれる方も多いです。作業量を多くこなす場合でしたらやっぱり M18 の方が優位性が高くなっています。あと本体のデザインもですね、正面のですね LED ライトの差ですね、1灯の LED 対象に対してトライアングルの3つの LED ライトになっていたりですとか、モードに関しては4段階のモードは一緒なのでそこら辺に関しては変わらないと思いますが、何か、こちらの M12 か M18 で迷われた時の参考にしていただければと思います。はい、こちらのですねインパクトレンチにはケースがですね付属になってきます。なので今からですねこちらのケースのセットアップをですねご覧いただきたいと思います。はい、こちらですね今でケースの方に、バッテリーさせていただきました。バッテリーも充電器も別売りになりますので、組み合わせていただく必要があります。で、この場合ですと8アンペア2つ、5アンペア1つで充電器、このバージョンではですね、5アンペア3つを収納して、収まるようになってます。このバージョンでですね3、5、8アンペアとそれぞれバランスよくバッテリーをセットアップして収納しております。いかがでしたでしょうか。こちらのミルウォーキーの M18 インパクトレンチ、この数あるミルウォーキーのインパクトレンチの中でも非常にサイズもコンパクトで使いやすいハイパフォーマンスな、もう非常に出来のいいインパクトレンチになってます。ぜひですねお手元に取っていただいてご使用いただければと思います。本日はご視聴どうもありがとうございました。